にちは。あ、こんにちは。こちらは、天然石アクセサリーとビーズのアクセサリーを見せてありますね。今日限定のレザーレザーのブレスはあのこの場で石を選んでいただいて、あとチャームとか金柄を選んでいただいてこの場でお作りするっていう、あとは新作のこちらが2way で使えるピアスでシリコンキャッチがついてますので、付け替えてこの揺れるパーツをなくしても使える。ああ、なるほどなるほど。ビジューの、へえ、かわいいですかね。あとそうですね、あとピアス、いろいろピアスは結構たくさん作ってます。すごい、たくさんピアス。なんか夏らしくていいですね、水色のやつとか。そうですね、ターコイズはね外せない感じですね、うん、かわいい。普段はどんな活動されてるんですか？教室をメインにやってまして、パーツクラブの浅草橋東口店とカルチャースクール橋本のセブンカルチャーで、あちこち結構、はい、幅広いですね、活動の場が。そうですね、あとは自宅教室もやってます。自宅はこの辺りですか？そうですね、多摩プラザが最寄りで、ちょっとここからバスですけど。あ、そうなんですね、はい、いいですね。こちらはこういうような作品が。そうですね、こんな感じで、ね、はい、で今度これを、この今私がつけているブレスレットの体験レッスンということで、はい、あの6月にやろうかなと思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ちょっとよかったらお店の説明をお願いします。主にブレスレットとアンクレットを作っています。はい、枕目編みで編んでるんですけど。はい、何編み？枕目編み。枕目、はい、枕目編みっていうのがあるんですね、はい、すごい素敵。なんか夏らしくていいですね。で、水に濡れても大丈夫なので、はい、夏でもいいかもしれないです。なるほど、はい、なんか普段はどういった活動されてるんですか？まあ、趣味で作ってたの で、はいはい、でカフェとかで置いていただいたりとかして。あ、そうなんですね、はい。じゃあ結構、まあ、マルシェとかでちゃんと売るのは初めてなんですよね。はい、よ、はい、いや、いいですね、レアですね。はい、ぜひこれを機会に。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ちょっとお店の説明させていただ、はい、していただいてもいいですか？ごめんなさい。グドゥテコンって言って、スワウスキーを使った作品作ってます。はい、最近ね、流行ってますよね、グドゥテコン。キラキラのね、キラキラのものばっかりなんですけれども、今日はちょっとお店少し半分って言われてたんで、作品そんなに持ってきてません。はいはいはい。でもね、アルバム見てオーダーもできるんですね。うん、はい、そうです。なんか特におすすめ品はありますか？おすすめ品、結構ここのとこ人気があるのは、こういうイヤリング、イヤリングとかピアスになるやつですね。はいはい、こういうのとか、ここら辺はオーダーになっちゃうんですけれども、うんうんうん、あと今日買えるのだったらここら辺、この辺の、うん、ここら辺の、ね、あの指輪もすごい超キラキラ、キラキラでしょ。すごいいいですね。これは相当お得な、これだ、これは相当お得になってます。はい、いくらなんですか？これいっぱいスワロフスキーついてるけど2500円です。2500円、おお、そうですよね、基本的にはね、やっぱり、うん、ね、スワロフスキーの数でね、値段が変わるけど。そうです、そうです。はい、これはちょっとお値段でお買い得で作りました。普段どんな、どこ、どんな活動されてるんですか？普段はオーダーを中心でたまにあのレッスンをしてるっていう形ですね。そうですね、なんかたこの辺の、この周辺での活動って、この周辺ではマムズダイニングさんで、新石川のマムズダイニングさんで、はい、レッスンしてます。レッスンをしてる。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。お願いします。もういるからちょっとこんにちは。こんにちは。お店の説明をお願いします。じゃあお洋服に合うようなデザインで作ってますね。アクセサリーですね。はい、すごい、ちょっと結構ね、派手めのちょっと主役になれるアクセサリーが派手めです。今私はこれを買いました。あ、どれ、これ、あ、これ、うん、あ、素敵、かわいい、うん、いいね。スワロフスキー
です。なんかちょっと同じ姉妹デザインを、うん、ありがとうございます。このバングルが今一番人気で、人気、バングルが人気、うん、ゴールドが一番出てます、ね、うん、あとはひっそりとこの子が、ひっそりとこの子が、この子、これね、これが、あ、今お買い上げな、今お買い上げな、そうか、ね、いいんですか。売れてますね、素晴らしい。あとはこれ、この4年目のデザインなんですね、こちらの。あ、ちょっと定番品のね、夏。はい、これはこの時期に出ております。普段はどんな活動をしてるんですか？販売とワークショップと両方セットでコラボして、新売りとタマプラと、まあ、こういうマルシェとかで出してるっていう感じですかね。ネットよりも直接販売して、販売してる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは。ちょっと店主がいないですかね。店主がいないですね。じゃあ本人いないですけど、こちらね、主催者のゆきさんのお店ですよね。ちょっと説明お願いしてもいいですか。ピアスを主に、はい、アクセサリーを作って、ね、すごいたくさん、はい、エレガントなアクセサリーがたくさんありますね。水あり大ぶり小ぶりの、大ぶり小ぶり、はい、こちらまたグルーデコ、こちらはグルーデコ、ね、キラキラの、そうですね、本物のスワロフスキーを使ったハンドメイドの作品になってます。はい、で姉妹でやってるんですよね、はい、本物の実の姉妹 でやってて、はい、で名前がエルマーナ、そうです、スペイン語でしたっけ、スペイン語で姉妹のエルマーナですね、はい、お二人で、はい、二人ともあの、はい、アクセサリーを作られるんですか、はい、趣味の一環のちょっとあれですけど、それぞれ分かれてたりとか、分かれてないです、分かれてない、はい、一緒に、一緒にやってるんですね、はい、なんか普段はなんかどこかで売られてたりとかするんですか、まあ、してないですね、姉の方でグルーデコの、はい、講師もやってるので、はいはいはい、の体験レッスンとかをやってたりとか、はい、そうですね、帰ってきた今ちょっとお話を伺ってました。体験レッスンもあのできますので、そう、普段ね、普段の活動を聞いてますね、普段やってます、これからね、これからするね、これからお願いします。なんか今日特におすすめ品とかありますか。おすすめ品、私あのグルーデコの認定講師を取って、はい、初の作品を並べてみたので、はいはいはい、あのキラキラが好きな人はぜひ、すごいキラキラ、これなんですか。確かにね、これね、あのボールなんです、ペンダントップにボールなんだ、そうなの、あ、じゃあ間通る、うん、通る、あの通る、ね、穴も開いてるし、あ、こういう感じなんだ、うん、これが特に分かりやすい、あ、本当だ本当だ、あるちゃんと感覚がついてるんですね、うん、おー、すごい、